げ先。夢の通り道、夢が叶う場所、東京ディズニーリゾートがお送りします。1983年4月15日、夢と魔法の王国、東京ディズニーランドが開園しました。訪れる人々を楽しませてきたパークには、ウォルト・ディズニーの夢が詰まっているんです。アニメーションで成功するという夢を追いかけ、ロサンゼルスを訪れたのは、ウォルトが21歳の時。その後、映画「蒸気船ウィリー」のヒットを皮切りに、ヒット作を連発し、時代の寵児となったウォルト。多忙な日々の中で心の癒しとなったのは、幼い頃から大好きだった汽車を庭に走らせたり、日曜日はパパの日と決めて娘と過ごす時間に当てたりすること。そんなある日、メリーゴーランドに乗る娘たちを眺めながら思いました。子供と大人が一緒になって楽しめる場所を作ったらどうだろう。1954年、夢のテーマパークを建設開始。そして翌年、ウォルトが夢見た大人も子供も楽しめる世界初のディズニーランドが生まれたのです。ウォルトの夢がやがて世界に広がり、ここ東京ディズニーランドにも受け継がれているんですね。ウォルトの思いは永遠に。ここは夢の通り道です。どんな景色が目の前に現れたら、あなたはワクワクしてくれるだろう。想像するだけでやりたいことや作りたいものが次から次へと溢れ出てくる。だから私たちは今日までずっと未完成のまま。この未完成の夢の先には、誰も見たことがない世界が待っている。東京ディズニーリゾート、夢が叶う場所、東京ディズニーリゾートがお送りしました。